していこうと思います。で、上げていく時もあんまりこう前に行くとまた倒れちゃいそうだから、うん、前に行かないように今度上にこう行きやすいように肩すくめて、うん、まあ、大げさにやるとこんな感じ、うん、前はきついからちょっとこう横に行ったりとかして、うん、まあサボられてたっていう感じだったので、うん、はい、OK。はい、あ、でも安定しましたね。ね、はいはい、すごくない？うんうん、グラグラだったのに。今の目標は、なんかなんだろうな。なんだろう、今の目標は。継続してるんだったらメイクだと思いますよ。あー、そうだね。うん、メイクをするときに、手持ち鏡でこうやってすると片手でなるけど、置き鏡っていうのは、壁の鏡とか、そこに対してこう近づけたい、近づいて両手でこういう風に安定してこうメイクをしたいっていう動作をやれるような目標設定と、入る場所、その筋肉ここ使いましょうねとか、ここ意識しましょうねって、その腰回りに対しての筋肉にこうなんか力を送ることっていうのがある程度得意にはなってきたんだけど、うん、単発すぎるというか、うん、そう、そのフッて入れてフッてもう戻っちゃうから、そのメイクするにしてもこう持続力がないとその姿勢を保ってられないっていうこともあって、うん、今はどっちかっていうと持続力系、そこに意識を向けれるようになったからこそ、じゃそのまま保てるかどうかっていうのを今一生懸命やってるっていうのが最近のリハで、うん、その腰回りとかお尻とかっていうのは、私は結構この1年間かけて、あ、今自分のお尻の筋肉反応してるなとか、あ、腰回りの筋肉に力が入ってるなっていう感覚はすごく分かるようになった。だから抜けてるとか入ってないとかっていうのも分かるんだけど、入れ続けれないっていうのが自分の中での課題だったりするんだよね。上肢の動きとかも結局は大切になってきて、使い方とかも大切になってきて、1年間の再生量の中でこうみんなに言いたいのは、再生量、本格的なリハビリをするだけじゃなくて、自分が普段こう体肩回しとかね、肩甲骨回しとかやってない人とかは、きっと整体さん、接骨院さんとか、まあ、鍼灸でもいいと思うけど、もうちょっとその凝り固まってる部分とか可動域が狭まってる部分とかをちょっとほぐしてもらうだけで、自分の動ける範囲というかやれることって結構増えるんじゃないかなと、うん、思った。だからその足も肩甲骨ガチガチだけど、ほぐしてもらった後とかは、あれ、こんなになんか手上がる、そういうこと手上がるっけとか、うん、そういうのも合うから、リハビリができないから良くならないとか良くなるとかじゃなくて、なんか見てる人にはちょっと整体行ってみようとか接骨院行ってみようとかっていうのは、私は個人的にしてほしいなと思いますが、どうですか？はい、可動域を保つことはすごくもちろん大切です、うん、なので行くに越したことはないのかなと思いますけど、うん、まあそれよりも確かに本当に大切なのは、なぜそこの可動域が
制限されてしまっているのかっていうところが一番のポイントになってくるので、要は可動域を戻そうってするのはすごく対照的というか、じゃあなんでそこがこんなに硬くなってしまわなければいけない体なのかって考えた時は、やっぱりリハビリでしっかりこう学習して、でそこが固まらない体を作っていく必要もあるので、まあできる限り、まあおすすめとしては両方、今でいうとその医療保険とか介護保険とかっていうので結構回数とか狭められてはいる中でも、こう間でこう整骨院とかで少しこう休息しながら進められるといいのかなとは思います、で、まあ整骨院さんとかの特徴としてはやっぱりそのあたりの腕がすごくいいところ、可動域を改善させてくれたりとか、まあ、そういったところの腕がすごくいいところっていうのが僕は特徴だと思うし、まあ、こうすぐ効果出してくれたりとか、まあ、なのでこう長期的にこう体固まらせない、目的に応じてこう店を使い分けるというか、なるほど、ね、まあ、そういったところもなんか一つ視野に入れても僕はいいのかなとは思います。なので店のホームページとか見ると特徴とか書いてあると思うんですけど、そういったところをねしっかりと見て施設を選んでいただければ、すごくいい体作りができるんじゃないかなと思います。なるほどですね、はい、とりあえず1年かけて、まあ、私の個人的な変化としては、まあ、そういう骨盤とかを起こせるようになって、ある程度こうちょっと起こした状態で何か動作というかね、手を上げたり行動できるようになったっていうのもあるし、まあ、春だったらまあ綺麗なフォームとかではないけど、そのここら辺の体幹結構ギュッてできるようになったから、今まで手を離せなかった部分が手を離せて一歩にもちょっと進めるように、足が出せるっていうことができるようになったっていうのも、それは一歩進んだことだと思うから、綺麗、ずっとちゃんと動かしていくことの大切さというのはやっぱりこの1年間で学んだかなと思います。2年目は始まりますが、セカンドシーズンです、ね、私はね、目標としてはやっぱりお尻浮かせたいなとかさ、だんだんそういう風になってくるんですよ。なんかもう触った感じ、その目では見えないし、その評価としては評価できないけど、そのセラピストさんが私の例えば膝上とかを触って、触ってる状態でボール蹴るようなその動作をしたいなっていうのをこう私が動かそうとすると、ちょっと信号が来てるわけでしょ、1年前はなかったけど、その膝上まで触って分かる人には分かるっていう、その信号が要は0から 0.1 とか 0.2 とかに変わって来てはいるわけだから、そこをこのまた1年で 0.5 にするのか1にするのか、またはこの腰回りを今は 1?2? レベルだったら3とか4とかにして、もうちょっとお尻本当にキュッてできるとかね、こう今のこのダラーンっていうこの太ももの周りにこうキュッてなるとかね、なんかそういうのがまたこの1年でちょっとね、短歌詞はまだまだ遠いって言われてそう、膝はねやっぱ遠いけど、まあ、そのまずお尻とか骨盤周りをもうちょっとこの1年で強化できたらなって思います、そうですね。どこまでいけそうですかこの1年で。まずお尻を浮かせたいっていうのはあったんですけどあれ、本当結構難易度高くてこの1年で、個人的に、まあ、この何でしょう、この経過の流れとかスピード感とか見ていった時に、今からどんどん難易度も上がっていくので、スピードもちょっとずつこう遅くなっていくとは思うんですよ。
なるほどね、うん、まあ、ダイエットでいうキュッては下がったけどっていうことね。そうね、最初の5キロはいったけど、そこから 2,3 キロがすごく遠いみたいな。なるほどなるほど、そういう現象がすごくなく起きてくると思ってて、うん、超メンタル大切じゃん。超メンタル大切、いかに楽しんでやるかもしれないメンタル、そうか。ただ今こう直立、うん、ね、まあ、まあ骨盤をこうして、うん、で座骨の上のに上半身の重心を真上に置いたまま、うん、手の活動とかできてますよね、うんうん、手をバンザイしたりとかね、うん、こうまあこうできるようになってくるんですけど、うん、まあそういうのができてきてるっていうのも一つ要因としてはあって、うん、これが少しでもこう少し、あ、前後、そう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 、あ、だから要はそのメイクのやつを完璧にというか、うん、ある程度その鏡に近づいてこうできるっていうのが課題ですね。あ、それ接触してる部分、まあ、肘基底面っていうんですけど、うん、まあ、この間をまあ重心移動するというふうに一旦考えたときに、うん、今ここも本当、ここね、ちょっと見えるでしょ、うん、お湯のでやる、お湯、うん、今これは背もたれはくっついてない、くっついてない、くっついてない、まあ、クッションの作りもあるけど、うん、まあ、くっついてないで、まあ、ここからこういうふうにですね、うん、足の裏、お尻のこの一番後ろから足の裏までが、うん、こう重心の移動できる範囲っていうふうに一般的には言われてるんですけど、うん、今この真上はクリアしたので、うん、真上で手の上げ下ろしもできますよ、うん、はい、ここの1年で一番強いお尻とか、うん、ね、だいぶ力が入ってくるのが分かるようになっていたし、私もこう触ってる感じ強くなってきてるなと思うので、これが本当にちょっとだけでもこう、うん、結構いけるくない？今ここでいくんじゃなくて、ああ、ここ軸に、あ、これは胸を張ってる状態なので、そう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 、まあ、例えばこう体を全部コルセットで固められてると思って、うん、ここの軸で前後、確かにだ、こう胸を張っちゃうと結局手が使えなくなっちゃう。それは胸張らないでこう行くとやっぱこう、ストーリーなるほどね。これがもうほんと数センチでも、うん、センチでもすごいな、いやっていうところは確かにそうな、ミリ単位でも本当にすごいことだけど、うん、いけるようになれば、うん、いいなーっていう、わかりました、頑張りますわ。じゃあ排泄に関しての変化ですが、尿の変化はほぼ、まあ、全くありません、今までと同じように感覚がわからない中で、過ごしていますが、便の感覚としてはですね、お腹を下した時のゾワゾワ感っていうのが以前よりも早くキャッチできるようになったのか、それともキャッチしてから出るまでの時間っていうのを耐えれるようになったのか、ちょっとどちらかは分からないんですけども、それでもそのザワザワをこうキャッチして感じたらすぐトイレに行けば間に合うようにっていうのはなりました。なので、漏らす失敗っていうのが本当に前より少なくなりましたね。まだまだそのザワザワしない中でのお腹の下した時の下痢っていうのもあるので、そういうところはちょっと正直察知することはできないので漏らしてしまうっていうこともまだまだあります、まあ、もっと正直言うと、まあ、そのうんち、まあ、お腹を下すことは体質上仕方ないと思うので、やっぱもう少し耐えれるとか、あとは尿ですね、尿の感覚がなんかもう溜まってきたとか分かったらなんかいいのかなというふうに正直思います。はい、じゃあまた1年後ね、そういうふうにできましたよってお知らせに頑張りますが、まずはこの1年は、まあ、こういうちゃんと1歩2歩進めたっていうまあことの今回はご報告ということで、はい、はい、でした。この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh.